はい、ゆうすけです。今回はワンピースのトリクルですね。で、スゴフェスが来たんで今回も5回引きたいと思います。開催期間は2015年の7月1日のお昼の12時から24時間限定ですね。で、今回は、白ひげの参加が初登場で、スゴフェス限定キャラも新しいマルコ、白ひげ海賊団一番隊隊長の即属性ですね。で、新キャラがドーマ、リカルバン兄弟、スクワード、ホワイティベイ、リトルオーズジュニアですね。はい、ちょっと名前だけでわかるキャラがスクワードとリトルオーズジュニアぐらいしか分かんなかったんですけど、イラスト見たら分かりましたね。あ、見たことあるなみたいな。はい。で、確率アップ対象キャラは白ひげ、今回の新キャラとか過去に出た白ひげ海賊団ですね。マルコ、エース、ジョズ、サッチ、ビスタ、ブラメンコ、ラクヨウ、ナミュール、クリエル、フォッサ、イゾーですね。で、僕、エースとジョズとサッチ、ブラメンコ、ナミュール、クリエルが持ってないんで、その辺も欲しいですね。はい。はい。で、シークレットも出現中。これ、ブルックかな、多分。で、今、力属性もアップしてるんで、うん。白ひげとかも欲しいですね。はい、じゃあ1回目引きます。ちょっと多分次課金かな、多分。あんまり石がたまんなくなってきました。はい、一発目は銀。はい、アーロン。前回僕の大好きなローが出たんで、はい、嬉しかったっすね。あとバギーが欲しいんですけど、まあ、バギーはそのうち出そうなんで、やっぱスゴフェス限定キャラが1体ぐらい欲しいですね。よし、金。あー、お、特攻に進化するウソップですね。これ強いんで、はい、持ってないんで嬉しいです。はい。あ、特攻何気に僕揃ってますね。あと持ってないのがチョッパーとロビンとルフィだけですね。はい。あ、何気に揃ってるな。いい感じに被らずに出てくれてますね、特攻の麦わらの一味は。よし。あー、なんかちょっと安心しましたね。あ、はい、3回目。あ、赤。うわー、やば。来た。いや、しかも僕スコフェス限定キャラの中だったら、あれっすね、シャンクスが欲しかったんで、刻印のシャンクス。お、やっ、うわ、めっちゃ嬉しい。V ジャンプの素材のやつ、めちゃめちゃ経験値もらえて、綿飴の何個分かの増えるやつも取っておいたんで、スゴフェス限定キャラのように。うわ、めっちゃ嬉しいっすね。このスロット出現率上昇で、攻撃開始前に体力が多いほど、ここの属性の攻撃が大きくなるが先着効果ですね。で、敵全体にキャラの攻撃かける35倍の心属性ダメージを与えた後、2ターンの間、防御力をゼロにする。まあ、心属性パーティーで、活躍するキャラですね。あ、でも斬撃もいきますね。サンパでもいけますけど。あー、嬉しい。で、今のが新演出ですね。赤い手配書。はい、音やばいっすね。キュピーンっていう音がかっこよかったっすね。あー、やっと引きましたね、スゴフェス限定キャラ。
本当に。あともう本当ドッカンバトルだけっすよ、弾けてないの。ドッカンバトル本当ひどいっすからね僕。はい、4回目。お、金。わ、調子いいな。はい、ラストいきます。あ、銀ですけど、もう今回ははい、いいですね。はい、黒帯。最悪です、押しちゃった、石なくなっちゃうよ、ミスりました。うわー、何個だ、31個だったかな、石しまったうわ、もったいない、絶対次課金だ、しかも銀だし、ミスった。あ、持ってないけど、なんだったっけこれ、タルカスだったっけ、タルカスは違う、クロッカスだ。はい、毒猛毒状態を回復し、封じ船長効果無効状態を2ターン回復が必殺技で、船長効果がターン終了時にキャラの回復かける3倍の体力を回復する。うわ、石1個しかない、ミスった。はい、まあ次課金っすね多分で、ゲットしたのがアーロン特攻のウソップ、特攻に進化するウソップ、国威のシャンクス、ミスター5だったっけ、ミスター5、クロービ、クロッカスでした。いやーもう調子いいっすね、トリクルにジョジョ SS は。これは多分ドッカンバトル引きますね次。はい、というわけで、まあ6回引いちゃったんですけど、今回はこういう結果でした。ご視聴ありがとうございました。